高っち昇の呆れた紐生活。午前4時に高島駆けつけの見城会計。覚醒剤所持などの疑いで逮捕された高知昇容疑者51。2016年6月30日に会見を開いた妻の高島玲子51は、会見で涙を浮かべながら妻としての責任があると思うと語った。1999年に結婚した高知と高島、当時は格差婚と話題になり、その後も高知の紐夫ぶりが取り沙汰されてきた。だが高島はいつも夫婦仲の良さをアピール。やがて芸能界切手のおしどり夫婦とまで言われるようになった。2015年には妻に代わって高島の父親を介護するという理由で芸能界引退を発表した高知。そんな彼の姿に男の鏡だと称賛の声が上がっていたが、その裏側では高島が彼に尽くす日々が続いていたという。高知さんは介護もせず好き放題の生活で、朝まで帰らないこともしばしば。知らない人も引き連れて飲み回るから40人の大名行列になったことも。その時はお金が足りなくなった夫のため、午前4時に財布を抱えて高島さんが駆けつけたそうです。女優として多忙な中、やんちゃな夫の尻拭いにも奔走していたという高島。さらに更年期に差し掛かった頃から密かに病気とも戦っていたのだ。高知さんがかみさんに3日間泣かれたというんです。高島さんの持病が悪化したらしく、帰るとリビングの真っ暗な中でずっと泣いていたそうです。治療薬を飲んだら今度は副作用で言語障害のような状態に。壮絶な状態だったと聞きました。高島は家庭画報15年2月号のインタビューで、3年前からリウマチの治療を行ってきたことを明かしている。それでも仕事を続け、さらには父の介護まで。そんな彼女に優しい言葉をかけたのが高知だった。リウマチのリスクを高める要因に低体温があるのですが、高知は15年に体温管理士という資格を取っています。そして義父の介護も申し出るなど献身的な姿を見せました。そんな姿を見せられたら誰だって心から感謝するでしょうし、何も言えなくなってしまう。そうして彼は一切文句を言われない状況を作り出していったのです。